こんにちは、荻上チキです。今日はですね、フリートークなんですけれども、武漢で発生した新型コロナウイルス、こちらについてちょっと思うことを話したいと思うんですが、僕の専門分野の一つが流言なんですけれども、新型コロナウイルスをめぐっても様々な流言というものが広がりました。例えばコロナウイルス、今回のものに関しては人工的に作られたものじゃないかとかですね、こういった食べ物を聞けばコロナウイルスは防げるとか、あるいはどこから来た何々人が大量に逃げたみたいな、そうしたような流言というものが広がっているんですね。で、こういった流言が広がることは、100害あって一理なし、具体的な対処をする上では何の意味もない上に多くの妨げを生んでしまうわけです。で、流言の研究の観点から言うと、こういったそのコロナウイルスなどの、パンデミック、エピデミック、などの、対応の際に出てくる流言というものは、実は災害時に出てくる流言と同じなんですね。様々に発生する、疫病、これも災害の一つというふうに考えることができるんですけれども、日本だと地震、あるいは台風、そうしたような災害が起きるときに出てくる流言のパターンというものがあります。例えば多くあるパターンとしては、災害時の犯罪流言などがあるんですね。こういった災害の際には、空き巣の人がうんぬんとか、何々人が犯罪を犯しているうんぬんとか、そうしたような流言というものが出回ることがあります。それと同じくコロナウイルスなどの、様々な、疫病が発生している際にも、やはり何々人がこの際に便乗してというような、そうしたような流言が広がってくる。また災害時の流言の一つのパターン、今も言ったように外国人の流言というものが出てくるんですね。で、今回のコロナに関しても、何々人がこんなことをしているとか、何々人がこんな迷惑をしているというような、そうした流言が広がっている。で、それに対してある種真に受けたり、あるいは過剰防衛するような格好で、何々人入店お断りとか、そうしたの張り紙を振るような店舗というものも出てきてしまったりしてるんですね。流言というのはその人々、それを広げる人々のリアリティというものを浮き彫りにします。でも、そのリアリティの中には多くの偏見や差別というものが内面化されていることもあるんですね。で、こういった流言に対する対応はどうすればいいのか、流言の拡張拡散について研究している研究者であれば、その基本的な部分の理解にある公式が浮かぶんです。それはオルポーとポストマンという流言の研究を最初期に行った研究者が提唱した概念で、 R イコール I かける A という公式が浮かぶんですね。 R というのはルーモア、要は流言です。で、 I かける A の I というのはインポータンス、重要性ですね。で、 I かける A の A はアンビギュイティ、曖昧さです。流言というのは重要さと曖昧さの掛け算で出来上がるという意味なんです。これはどういうことかというと、コロナウイルスのように多くの人たちがどうなるのかということを関心を向けている対象、その対象について曖昧さが大きければ大きいほど流言が広がってしまうということなんです。逆に言えば、曖昧さを減らせば減らすほど流言というのは広がりにくい。だから今私たちはこの社会を生きていて、昨日街歩いてたらマグロが2本足で歩いてたんだよっていうような流言は信じないですね。なぜかというと、いやいや、マグロに足はないでしょっていうことを多くの人たちが知ってる。つまりマグロに対するリテラシーが日本人は軒並み高いので、マグロリテラシーが高いので曖昧さが少ないんです。となると、マグロがそんなことをするわけがないということがすぐに言えるんですね。でも私たちはコロナウイルスなどの新しい様々な現象や災害に対しては情報が少ない、つまり曖昧さが大きいんです。となると、そんなことはもしかしたら起こるかもしれない、情報がないからそれは確かなのかもしれないというふうに信じてしまうことが起こりうるんですね。だから重要なのは、情報を隠さず情報を広げるということ。中国のコロナウイルス、新型コロナウイルスに対する対応として問題だったのが、情報を初期段階で出さなかったこと、隠蔽をしてしまったこと、あるいは過小評価してしまったこと、これは大きな問題です。一方で、そうした対策を進めるのであれば、情報をしっかりと開示していくこと、適切な情報というものを共有していくこと、そうすることによって情報の曖昧さを減らす、その曖昧さを減らすことによって事態を改善していく、流言などを拡散しないようにしていく、そういったことが重要になるんですね。流言を拡散してしまっている人は、ある種の不安からそうした行為を行っている人もいます。一方で、流言を拡散するという行為は、曖昧さにつけ込んで偽の情報を人々に届けることで、聞きもしない行為を人々に拡散したり、あるいはしなくてもいいような差別というものをさらに再生産したりということにもつながったりします。今回のような新しい疫病がこう拡散する、そうしたことで不安感が高まっている今だからこそ、過去の様々な流言研究や知見などにのっとった上で、冷静な情報収集、あるいは情報の共有というのが必要だというふうに思います。
荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。